皆さん、たまです。この動画ではアニメゆるキャンシーズン2第3話後半パートの考察を行います。アニメ2期第1話、第2話、そして第3話前半の考察については概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。この動画にはゆるキャンアニメ1期2期、そして漫画原作のネタバレが含まれますので、ご注意ください。2期第3話後半は漫画第5巻28話改めて思ったことが原作になっています。それでは今回の動画の内容です。なでしこの幼馴染綾乃が登場します。昼の様子と夜の様子、2パートに分けて紹介したいと思います。なでしこのおばあちゃんの家に到着した2人。こちらの家のモデルになった場所を現在 Google マップで検索してみると空き地のようでした。シマリンの家のモデルになっている場所も実際は倉庫だったりと、民家ではない場所を設定する配慮がされているようです。いや、まあ自分の家がモデルになっちゃったら困りますからね。そしてなでしこの幼馴染時綾乃が登場します。いや、このくつろりっぷり、人の家とは思えないですね。なでしこのおばあちゃんとも仲がいいんでしょうね。そんなこんなでうなりパイがモデルのうなうなパイを食べるなでしこを眺めるリンと綾乃。なでしこの美味しそうに食べる姿を見てると、一口ちょうだいと言いたくなっちゃうのはもう誰もが同じようです。そして昔はもっと美味しそうに食べていたと、なでしこ衝撃のぽっちゃり時代の写真を綾乃が見せます。右側でほっぺつねってるのは綾乃ですかね。毎日浜名湖を一周するという鬼のようなダイエットの秘密が出てきますが、ここで第1話でお姉ちゃんがなでしこに豚野郎と言っていた理由と、なでしこの底知れない持久力の理由がわかります。ちなみに浜名湖一周は短いコースでも約50キロ、なでしこの20インチの自転車だとまあ3時間以上はかかるかなという感じですね。それを真夏に毎日となると、もうライザップもびっくりのダイエットだと思います。そしてみんなにほっぺを引っ張られてしまうなでしこ。いや、なんでほっぺ引っ張られてこんな楽しそうなんですかね。めっちゃ平和いい。その後はおばあちゃんにキャンプの話を聞かせてと言われ、目を輝かせながら紹介するなでしこ。いや、本当にキャンプ好きなんだなっていうのはこの目の輝きからも伝わりますよね。キャンプ飯の醍醐味の話をしていると、メタル賽銭箱を使ってあの取りすぎたお餅を焼いて食べることに。この時の綾乃の美味しそうなリアクション、これはもう完全に外で食べるご飯の美味しさにハマってると思います。綾乃のバイクに気づき乗せてもらったなでしこの得意げな表情が可愛いですよね。綾乃のまたがってみなよもイケメンでした。この辺りのシーン、漫画原作だと一切セリフのないシーンなので、あ、こんなこと喋ってたんだというのが分かってとても嬉しかったです。その後はお笑い番組を見たり、リンの持ってきたいちご大福をみんなで食べたり、人生ゲームをしたりしてまったりと過ごしています。人生ゲームでなでしこが勝っているところを見ると、一期の最終話に出てきたキャンプギアメーカーの CEO になるという夢もまんざらじゃないのかもしれないですよね。そしてバイトに向かう綾乃、これで終わりかと思いきや夜には3人で展望台へ向かうことに。ということで続いてはリン、なでしこ、綾乃の1月2日夜の様子です。高校生のコンビニバイトなので、おそらく22時までのシフトだと思います。相当疲れていたのか、リンは一旦仮眠をとっていますね。ということで夜10時過ぎくらいの奥浜名湖展望公園へバイクと自転車で向かいます。この夜景のシーンも作画がめちゃくちゃ綺麗でしたね。そして今回のソロキャンの感想をリンに尋ねるなでしこ。グルキャンとソロキャンの違いを伝え、ソロキャンは寂しさも楽しむものなんだと改めて思ったことを教えてくれます。2期のポスターでも書いてある寂しいも楽しいの意味がここで理解できます。この時なでしこがあまりピンときてなさそうな表情をしていて、もしかしたらソロキャンに興味が湧いたのかもしれないです。綾乃もリンのことを興味深げに眺めています。もしかしたら結構理解できているのかもしれないですね。その後はカレー麺を食べるなでしことココアを飲む2人。冬キャンの魅力が綾乃にも伝わったようです。
今回の綾乃の存在ってある意味で視聴者の代弁者のような気もするんですよね。この3人のやり取りを通じて改めてソロキャン、グルキャン、冬キャンやってみたいなって思った人も多いと思います。ということで、暖かくなったら山梨まで原付で頑張ってくるよという綾乃。いや、この時の笑顔は超いいですし、みんなのキャンプはまだまだ続きそうですね。漫画10巻11巻では綾乃も一緒にキャンプをしていくことになりますが、2期の範囲ではないので3期に期待するしかなさそうですね。そして夜は明け、1月3日の朝、なでしこのおばあちゃんのうちに凛のおじいちゃんが迎えに来て、ビーノも乗せて2人は山梨に帰るのでした。この時のおじいちゃんの今回は楽しめたかいがイケボすぎるし、凛のうんの言い方が本当に楽しかったんだろうなという感じが伝わって、いや、どっちも最高です。で、最後、実は漫画にはとあるオチがついてるんですが、アニメではカットされていました。気になる方はぜひ漫画5巻も読んでみてください。ということで、この動画の内容は以上です。ゆるキャンシーズン2は各テレビ局や動画サイトなどで見れますので、また皆さんと感想などを共有できたら嬉しいです。ということで本日のまとめです。この動画が少しでもいいと思った方は、チャンネル登録、いいね、またはコメントなどしてもらえると嬉しいです。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。